お二人最近もうやってらんねえようんざりだよと思ったエピソードありましたらめちゃくちゃありますよタクシーをよく利用させていただくんですけど空車だと思ったら芸者だっていう手を振っていただけるとということでございますお願いいたしますキャストの皆様動きがあるとムービーで主人公深沢,が深沢が「もうやってらんねえよこんなの」という。 本音がです、ね、つい言葉として出てしまうシーンが出てくるんですけれども突然ですけれどもお二人最近もうやってらんねえようんざりだよと思ったエピソードありましたらぜひぜひお教えいただきたいなという <laughs> 本当に突然の質問ですが斉藤さんいかかがでしょうか、はい、いめちゃくちゃありますよね <laughs> 皆さんもあるんじゃないかなと思うんですけどそうですねなんかこう大喜利みたいなの嫌なんですけどあのタクシーをよく利用させていただくんですけど あの空車だと思ったら芸者だっていうなん,かあのなんで同系色なんだろうっていうのをすごく思いませんか全く真逆の方向のそうそなんですよなんでそこ近い色に意味としては全然違うじゃないですか迎えに行ってるわけですからそれに対してはちょっと世間の恨みでもないんですけどちょっとどうにか色味を変えてもらいたいなという。 <言> <laughs> <laughs> 怒りのねぶつけどころがないですしね。絞り出した答えがこれでしかなかった。ありがとうございます。<laughs> 斉藤さんらしい。はい、そして朱里さんいかがでしょうか。もうやってらんねえよ。はい、こんな、うん、こんなの。はい、いや、これ別に最近っていうことでもないんですけど、あのあのこう掃除家です家をこう掃除してもしてもなぜか髪の毛が落ちてるっていう。<laughs> <laughs> ないですか、ま、あれ、さっき、さっき、ねえってほら皆さんうなずいてらっしゃる、ねえよかったです、はいこういう感じで <laughs> ありがとうございますねこれぐらいしかもう、絞り出しましまてお二人にもうやってらんねえよっていうのを聞くのがちょっとね、イメージとしてなんか合わなかったような気もしますけれども。いは